はい、皆さんこんにちは、トリーです。今日はですね、バリ島のですね、公共バス、トランスメトロデワタのバス停についてちょっとご紹介したいと思います。トランスメトロデワタ、大変お安い価格で、デンパサールを中心にね、ウブドであったり、あるいはクタ、そしてサヌール、最近はヌサドゥアの方までね、路線が伸びております。非常に便利なバスなんですけど、結構皆さんね、問題点として挙げるのが、バス停がどこにあるかよくわからないということなんですね。で、 Google マップにもこのトランスメトロデワタのバス停が載っているんですけど、このバス停時々場所が変わるんで、その Google マップの情報が古くて、その場所に行ってみたけどバス止まってくれなかったとかね、そういうことがございます。それでですね、今回は特にウブドのバス停、これ実は10カ所あるんですね。この10カ所あるバス停について、各々の場所を紹介していこうと思います。特にね、実はウブドのバス停、以前は11カ所あったんですね。ただ、今年の5月から、ウブド王宮前のバス停というのが廃止になりました。で、そのことを知らずにね、ウブド王宮前とかパサール前でね、バス待たれてる方もいらっしゃいますのでね、今回は、2024年11月現在のウブドエリアのバス停について全てご紹介したいと思います。ではね、個々のバス停を紹介する前に、ぜひインストールしていただきたいアプリについて紹介したいと思います。それがこちら、ミトラダラットというアプリになります。iPhone の方でも、あと Android でもダウンロードできますのでね、こちらぜひダウンロードして、使用してみてください。こちらね、開けますとこういう画面になります。この中でバス、タマンバスというのをタップしていただいて、その中にトランスメトロデワタというのがありますので、こちらタップしてもらうと、バリ島のトランスメトロデワタのこういう路線図が出てきます。で、現在地をね、タップする、今自分がいるところのですね、画像が出てきますので、これを見ていただくとね、こう私もウブドにいますので、ウブドのエリアが出てきます。で、よく見るとバスがじわじわ動いております。こうやって今バスがどこにいるかな、あるいはバス停どこにあるかなっていうのがね、よくわかりますので、ぜひこのアプリはダウンロードして使っていただければいいんじゃないかなと思います。こちらのアプリですね、先ほどもご紹介しました通り、Apple Store あるいは Google Play の方でダウンロードできます。では早速、ウブド内のバス停10カ所、おのおののところについて紹介していきます。はい、こちらが、ウブドエリア最初のバス停になります。エルペーデ、デサプリアタン、こういうバス停の名前になります。で、トランスメトロデワタのバス停すべてこうやってシェルターバストランスメトロデワタという標識がついています。で、実はウブドエリアにはですね、他にもシャトルバスのバス停標識があります。以前走っていたモンキーフォレストのシャトルバス、あるいは、トヨタファウンディングがやってたシャトルの、バス停なんですけど、そちらとは違います。必ず、この標識ですね、シェルターバストランスメトロデワタ、こう書いてあるバス停を探してください。はい、こちらから、ウブドセンターの方に向かってバスは進んでいきます。はい、こちらのバス停がプラダラムプリウブドというバス停になります。ちょうどですね、熊通りのプラダラムプリ、これの横になります。はい、こちらが、プラダラムプリウブドというバス停になります。でですね、ここにですね、シャトルバスの時刻表が一応あるんですけど、これ以前トヨタファウンディングが設置したんですが、結局トヨタファウンディング撤退しちゃったんで、今は全く動いておりません。はい、はい、ここがハヌマンサトゥというハヌマン通りのバス停になります。バス停の前に堂々と車止まってますけどね。目印としてはこの、はい、和団料理屋さんの向かえと言ったらいいんでしょうかね。隣がこういうブリックになっております。はい、こちらこうやってバス停があるので分かりやすいと思います。はい、こちらがハヌマン通り2つ目のバス停、ハヌマンドゥアになります。ちょっとですね、あまり目印がですね、
周りこんな感じであまり目標となるものがないんですけど、はい、それでですね、あのバス停なんですけど、こういうバス停の標識が立っております。で、他のねシャトルバスの標識もあるんですけど、トランスメトロデラタのバス停はこうやってシャトル、シェルターバストランスメトロデワタって書いてありますのでね、間違いないようにしてください。ここがハヌマンドワというバス停になります。はい、こちらがハヌマン通り3つ目のバス停、ハヌマンティガになります。ここにですね、こうやってバス停の標識が立ってます。で、以前はこの先のナマステというお店の前がバス停だったんですけど、1年ぐらい前にこちらに引っ越しました。目印としてはこういう漁師があるこの、場所の前ということでね、はい、ここに、客引きのおっちゃんもいますけど、こちらが、3つ目のバス停になります。はい、こちらがモンキーフォレストのバス停になります。モンキーフォレストの奥の方のですね、駐車場の入り口になります。そこに、一応トランスメトロデワタのバスストップの、看板が立っております。で、右側にはですね、あのトヨタファウンディングが設置した、シャトルバスの時刻表があるんですけど、今これ完全に動いてません。あのトヨタファウンディングの方がね撤退しちゃったんでね、単なる飾り物になっております。で、そちらにですね小さなバレンがあります。はい、あそこで休憩してもいいと思います。はい、ここがモンキーフォレストのバス停になります。はい、そしてここがですね、モンキーフォレスト1というバス停になります。はい、場所が、周りがこんな感じです。はい、ここにですね、ゴールデンアペっていうレストランがあります。その向かいになりますね。はい、こちらがモンキーフォレスト通り2つ目のバス停、ラパンガンアスチナウブドというところです。ただここですね、バス停の標識が立ってないんですよ。向こうに1つ立ってるんですけど、あれはですねちょっと違う昔のシャトルバスのバス停なんで、そことは違って、一応地図上ではこの辺りになります。で、目印としてはこの目の前が CP ラウンジというラウンジの入り口になって、その隣が先生車とかあるところです。で、あと目の前がですね、ウブドクロットの集会所というかダンスをやる場所になっております。ちょっと分かりづらいんですけど、ここが、ラパンガンアスティナウブドというモンキーフォレスト通り2つ目のバス停になります。それでですね、現在王宮前のバス停が廃止になってまして、ウブド市場とかウブド王宮に行く場合はここで降りて歩いていくという形になりますので、ご注意ください。はい、そしてこちらのバス停がチョ・スダルサナというバス停になります。場所がですね、ちょうどプラダルムプリの真正面になります。ジャランラヤウブドウのトランスメトロデワタのバス停はここだけになりますのでね、ご注意ください。今は王宮前のバス停が、廃止になってますのでね、王宮から、デンバサル方面のバスに乗ろうと思ったらここまで歩いてくる形になります。はい、こちらのバス停がウブドエリア最後のバス停になります。カントールプラデサプリアタン、プリアタン村役場前ということでね、こちらがね、カントールプラデサプリアタンになります。はい、大きな、木の根元ということでね、はい、非常に目立つ場所かと思います。で、ここからで出発しますと、次はマス村のバス停に停車するということでございます。はい、ということで全てのバス停を紹介させていただきました。先ほどの紹介の中でもね、ご案内してます通り、トランスメトロデワタのバス停には全てバス停だよって標識が出ております。で、注意していただきたいのは、実はウブドエリア内にもですね、これに似た標識が何箇所かあるんですね。で、それ何かと言いますと、以前ウブドエリア内を回っていたモンキーフォレストシャトルっていうのがあるんです。このバス停の、標識であったり、あるいはトヨタファンデーションがやって
っていましたシャトルサービス、こちらのバス停標識であったり、これがまだ残っちゃってるんですね。ということで、その時のバス停の標識をトランスメトロデワタの標識と勘違いして、そこで待っててなかなかバス来ないなっていう方もいらっしゃいます。トランスメトロデワタのバス停はちゃんと下にトランスメトロデワタだよって書いてありますのでね、それを参考にしてください。ただ一箇所だけ、ラパンガンっていうね、あの運動場前のバス停だけはね標識が立っておりませんので、これは先ほど紹介しましたアプリを使って場所を、探して、そこの場所でバスを待つようにしてください。はい、ということで今回の動画は以上となります。この動画が面白かった、役に立ったということでしたら、グッドボタン、高評価、それとチャンネル登録をお願いいたします。X や Facebook、SNS でも最新情報をアップしておりますので、こちらのフォローもお待ちしております。では次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。